春日金高義は、千葉県泉郡三崎町出身で春日の部屋に所属した、元大相撲力士。本名は、鈴木隆弘。愛称は、本名から、鈴木、四個名から、西木関、要望から、梅三郎、梅さんなど。身長188センチメートル、体重152キログラム。血液型は、B 型、趣味は釣り、水彩画。 社交的、温厚な性格で、ファンサービスが良い力士として知られた。得意種は月、推し。最高位は、西前頭五枚目。料理店の次男として生まれる。本人によれば、少年時代は、荒れた時期もあったという。小学5年生の時、後に入門することとなる春日野部屋を見学したのを、契機に、各界入りを決意した。直後に、学校の授業で、 将来の夢を発表する機会があり、そこで横綱になると宣言した。中学に入学してから、兄と姉の影響で柔道を始めたが、部活は美術部であった。中学卒業後にカスガノベへ入門し、1991年3月場所において初土俵を踏んだ。初土俵の同期には、後の小結び、千代天山や前頭、金海山らがいる。 幕下上位で眼底骨折のため伸び悩んだ時期もあったが、1999年7月場所において新十両へ昇進した。すぐに十両に定着することはできなかったが、2001年9月場所にて十両へ復帰した以降は十両に定着し、2002年9月場所において新入幕を果たした。月押しが得意だが、 右四つに組んでも力を発揮する相撲で幕内に定着した。2003年7月場所は先週楽に勝てば関東省の候補に上がっていたが敗れて受賞を逃している。2003年9月場所と2004年1月場所では自己最高位となる西前頭5枚目まで番付を上げ、2006年1月場所でも西前頭5枚目まで番付を上げた。 その2006年1月場所では、終盤の8連敗が響いて4勝11敗と大きく負け越し、翌3月場所でも5勝10敗と大きく負け越して、翌5月場所では十両へ陥落した。その後は幕内と十両との往復が目立つようになり、2008年11月場所において9回目の入幕を果たしたのを、最後に、 以降は幕内へ復帰することはできなかった。2010年に発覚した大相撲野球賭博問題では野球賭博に関与したという理由により禁止処分を受け、同年7月場所を全休し、翌9月場所では幕下へ陥落した。その9月場所と翌11月場所では負け越し、続く2011年1月場所でも2勝5敗と負け越しが決まり、 同場所13日目終了後に引退を表明した。同場所選集落に引退会見を行い、引退後は年寄り、22代竹縄を襲名し、春日の部屋の部屋付き親方として、更新の指導に当たることを発表していた。しかし、自身の引退直後の2011年2月4日に、 大相撲野球賭博問題の調査の過程で発覚した大相撲八百長問題において八百長に関与していた力士として名前が挙がる。本人も八百長への関与を認めたため同年4月1日に日本相撲協会から職務停止2年の処分を下された。調査に対して八百長を認めなかった力士は日本相撲協会から引退勧告を受けているが本人が 日本相撲協会の調査で800兆への関与を認めてその後の調査にも協力した結果としての処分である。本人はその処分の結果に関係なく日本相撲協会を自主的に退職する意向を表明していた。同年4月5日に日本相撲協会は22代竹縄の退職届を受理したと発表した。同年5月1日には 断髪式も予定されていたが、不祥事を受けて事実上中止となっている。師匠からは、勝手に切れと切り捨てられた。2014年にも、新聞取材に応じており、その録音データが、高遠力の YouTube チャンネルに公開されている。録音データによると、各流も八百長に関与していたといい、八百長を依頼する力士が、絵なしに支払う仲介料がきちんと渋られずに、 支払われるように自身がまとめ役となっていたとのこと。2021年8月20日、高通力の YouTube チャンネルに投稿された動画内で1年ほど前に自ら命を絶っていたことが明かされた。2002年5月場所において11日目の春の山線、13日目の溜り軌道線、千秋楽の駒光線と、 一場所で三つの不戦勝を得る珍しい記録を作った。この場所では東十両六枚目の位置で9勝6敗の成績を上げて勝ち越しを果たした。ありがとうございます。